の住民投票を阻止したわけです。つまり市民力は破壊されたんですよ。これをやったのが長崎市出身の田植さんだったら私は何も言わない。しかしながら後藤市民でありながらめちゃくちゃな姿勢をやってきたこの現職の田植市長に私は同郷の後藤市民として一言物申したいという思いから私は2月27日に注意で本日もこのようにわざわざ長崎まで足を運んでですよ。誰がやりますか。私は後藤市民でありながら長崎市の将来を私は考えているんです。つまり私たち外から見た長崎市、それも後藤市出身の田植市長の誕生はそれは心底嬉しかった。後藤市民として私たちは嬉しかった。しかし長崎市民の